皆さんこんにちは、アクレプチャンネルのメラです。こちらの飼育容器の中にいるのはハイナントカゲモドキというヤモリがいます。ハイナントカゲモドキは人前で餌を食べなかったりとか、ピンセットから餌を食べなかったり、そういう神経質な子が多いみたいです。今日はそんなハイナントカゲモドキにピンセット給餌をチャレンジしていきたいと思います。ピンセット給餌の方をチャレンジしていきます。さあ食べるか。普通になんかあっさり食べてくれましたね。なんかこんなあっさり食うとはね、思わなかったです。もうちょっとね、なんか逃げたりとか、そっぽ向いたりとか、そういうことあるのかなと思ったんですけど、普通に食べてくれました。この子は CB 個体なので、もしかしたらちょっとはね、ピンセットから食べてくれるような子だったのかもしれないですね。逆にワイルド個体だとピンセットから食べなかったりとか、そういう子もね、もしかしたらいるかもしれないです。ワイルドのハイナントカゲモドキはちょっとね、やったことないので何とも言えないんですけど、まあでもとりあえずね、ピンセットから食べてくれたので、まあ安心感が出るというか、一息つけるというか、まあそんな感じです。いや、それにしてもね、とても可愛いですよね。この調子でピンセットから食べてくれて、まあ成長して大きくなって、いずれね、繁殖とかもしたらいいなって考えてます。まあこれでね、安心感が出ました。ちなみにカルシウムパウダーをまぶして餌を与えるのは今回が初めてですね。カルシウムパウダーをまぶしたら餌を食べなかったりとか、そういう子もね、いるみたいなんで、まあうちの子は正直どうかなと思ったんですけど、何の問題もなく普通にあっさり食べてくれました。でこの子がね、お腹にいっぱいなるまで餌を与え続けるんですけど、もうそろそろね、この感じお腹がいっぱいになるんじゃないかなと思います。もうそろそろね、餌食べないんじゃないかなと思いながらピンセットで餌を渡してみたんですけど、もうね、何の反応もしなくなりました。正直ね、こういう反応をするのかなと思ったんですけど、まあ普通にあっさり食べてくれたので本当に良かったです。無理にピンセットで食わせようとすると、今後ピンセットから餌を食べなくなる可能性があるので、ピンセット給餌はこの辺で終わりたいと思います。短い動画でしたが、今回はこの辺で動画の方終わりにしようと思います。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。